2015年4月21日午前6時頃、神奈川県足柄下郡湯河原町宮下にある当時66歳の女性宅から突然火の手が上がりました。消防隊の懸命な努力もあり、火は約30分後に消し止められましたが、木造平屋建て住宅は全焼。すぐに焼け跡の捜索がされますが、寝室にあたる部屋からなんと額に包丁が刺さった状態で亡くなっている女性の遺体が発見されました。遺体はベッドに仰向けで横たわっている状態。その着衣に大きな乱れはなく、長袖の上着とスパッツ姿で、布団が頭まで被せられていました。そして頭部や顔には、数十箇所にも上る刺し傷や切り傷、さらには鈍器で殴られたような跡もあり、額に刺さっていた包丁からも、女性の死は火災によるものではないことは明白でした。その後の DNA 鑑定の結果、遺体は現場となった住宅に住んでいた女性であることが分かり、女性は障害を抱え、普段は車椅子を使用して生活していたことが分かりました。さらに司法解剖の結果、女性の死因は頭蓋骨骨折に伴う脳挫滅と判明。死亡推定時刻は出火が確認される約1時間前の午前5時頃で、女性には防御創がないことから、就寝中に襲われたものと判断されました。また、遺体には煙を吸い込んだ形跡がなかったことからも、女性を殺害した後に放火されたものと見られています。火元と思われるリビングからは、灯油を入れるポリタンクと灯油ストーブが見つかりました。警察はすぐに本件を殺人事件と断定し捜査を開始。すると事件当日の朝、現場近くの JR 湯河原駅の防犯カメラに、不審な人物が映っていることが判明します。警察はホームページなどでこの映像を公開しながら、この人を知っている、似た人を見たことがあるなど、どんな些細なことでも気づいたことがあれば教えてほしいと、広く情報提供を呼びかけていますが、未だこの人物につながる有力な情報は得られていません。その不審な人物の特徴がこちらです。身長170センチメートルくらい、体格は痩せ型で、髪型は耳に被るくらいの長さ、服装は黒っぽい長袖の上着を着ており、黒っぽい長ズボンに白色のマスク、所持品としては青色チェック柄の手提げの紙袋、そして黒色のリュックサック。この人物は出火後に現場方向から JR 湯河原駅に現れ、事件について何らかの情報を持っていると考えられており、この人物はその後、子供料金で切符を購入し、東京方面に向かう電車に乗ったものと見られています。しかし、残念ながら降車予定の駅にある防犯カメラからは、同一の服装の人物が確認されることはなく、この人物は電車内で着替え、逃走したのではないかと考えられています。そして実は本件が発生した前日の夜、事件現場から徒歩4、5分のところにある、アパート2階の一室で別の事件が起こっていました。事件前日午後11時過ぎ、このアパートに住む会社員の男性当時61歳が帰宅した際、電柱の陰に隠れるように立ちながら、このアパートを見ている若い男 X を目撃しました。不審に思いながらも部屋に入ったその直後、なんと電柱の陰に隠れていた X が、鉄パイプを握りしめながら、男性の後を追うように侵入してきたのです。あんたを殺す。そう告げられ、驚いた男性が X に、どこのものだと問いただすと、X は地元のものだと答え、自分の境遇などについて、一方的に話を始めました。俺はガキの頃からシャブを打ってきた。金を持っている汚い人間が世の中には多い。金は持っている奴から奪えばいい、など、異様な発言を繰り返した上、手には手袋の代わりに靴下をはめ、見るからに怪しい様子。その後 X は部屋の中を見渡し、あんたから取るものはない、同情するよ、でもあんたを殺さないといけないと話した直後、二人は取っ組み合いになります。男性は後頭部を鉄パイプで殴られるなどの被害を受けましたが、なんとか外に出て助けを求めます。するとその隙に、X は JR 湯河原駅方面に逃走。男性は後頭部に30針以上を縫う重傷を負ったものの、一命は取り留め、警察の事情聴取で X の特徴について話します。逃走した X の特徴は、身長170センチメートルくらい、年齢は20代から30代で、顔は細めで外国人ではない。またその特徴として、グレーのパーカーを着てフードをかぶっており、口元をタオルのようなもので覆っていた。また X は薬物をやっているような様子はなく、酒の匂いもせず、言葉を選びながら話しているようだったそうです。
その後、凶器として使われたと思われる鉄パイプが、現場のアパートから200メートルほど離れた公園で発見されたのですが、残念ながら、X 自身は未だに捕まっていません。放火殺人事件の前日の出来事、そして身体的特徴の一致、いきなり鉄パイプで殴りかかるような危険な人物、数十箇所にも上る刺し傷、切り傷と顔に刺さったままの包丁。これらの要素から警察は、この事件と放火事件の犯人が同一人物であるとして捜査を進めます。そしてその中で、次々と疑問点が浮かび上がることになります。疑問点1、玄関の鍵。火の手が上がった女性宅に消防隊が到着した際、玄関の引き戸のガラスが割られており、外から鍵が開けられる状態でしたが、鍵自体は施錠されていたことが分かりました。また、室内から玄関の鍵は見つかっておらず、玄関以外の出入りが可能な窓や扉は、すべて施錠されていたことが分かります。つまり、犯人は玄関を使い出入りしたことが間違いないのですが、犯行後に逃走する際、なぜわざわざ施錠し、そして鍵を持ち去ったのか、という点が疑問視されています。疑問点2、犯行動機。女性宅の焼け跡からは、女性のものと思われるポーチが見つかりました。その中には現金が残されており、金銭目的の犯行ではない可能性が高いと見られています。では一体、どんな動機があって、こんな凶悪な犯行に及んだのでしょうか。もし犯人が前日の事件と同一犯だとしたら、その発言や自分の境遇について一方的に話すなどの行動から、世の中に不満を持っていることが伺え、それが爆発し、無差別に犯行に及んだのが故意とされています。その一方、額に包丁が刺さっていたこと、また頭部や顔に数十箇所にも上る刺し傷や切り傷があったことから、被害者に対し強い恨みを持っていたのではないかといった見方もあります。ただし聞き込み調査からは、被害者の女性が喧嘩やトラブルなどの不穏な話がなかったということが上がっており、やはり怨恨ではないのではないかといった見方もあります。疑問点3、タイムラグ。警察の捜査では、JR 湯河原駅の防犯カメラ以外にも、近くのパチンコ店の防犯カメラに、被害女性宅の玄関から湯河原駅方面に向かう不審な人物が映っていたことが分かっています。また近くの歩道には、血痕のようなものが残されていました。パチンコ店の防犯カメラに、この不審な人物が映っていたのは午前5時頃、そして女性宅から火の手が上がったのが午前6時頃、位置関係から考えても、この間の時間が1時間は長すぎるとの見方が強く、そうすると、この不審な人物が火をつけた場合、一度逃走した後、火をつけるために現場に戻ってきたということになります。この間の時間には何か意味があるのか。その後、消防隊が必死に消火活動を続ける中、それを見て、笑みを浮かべながら立ち去る不審な男が目撃されています。目撃者によれば、服装は上下グレーのウィンドブレーカーで、年齢は30歳前後。多くの人が心配そうに消火活動を見守っている中、一人笑みを浮かべている男に大きな違和感を覚えたとのことです。この証言からも、放火した犯人が午前6時前後に現場にいた可能性が高いと見られており、これらを総合的に考えると、パチンコ店の防犯カメラに映っていた人物と、本件で放火した人物は別の人物。つまり、本件は単独犯ではなく、複数犯なのではないかとの見方も出てきています。疑問点4、放火の目的。そもそも犯人は、殺人のみならず、なぜ放火にまで及んだのでしょうか。パチンコ店近くの歩道に、血痕のようなものが残されていたという事実から、その犯行時に犯人も、何らかの負傷をした可能性があります。つまり、それらの血痕をはじめ、自らの痕跡を消すために放火した、というのが現時点での有力な説となっています。そして疑問点5、子供料金の切符。JR 湯河原駅の防犯カメラに映っていた怪しい人物が自動改札を通る際、子供料金であることを示すランプが点滅していました。なぜこの人物は、駅員に止められるリスクを冒してまで、子供料金の切符を買ったのでしょうか。目的地までの大人料金のお金がなかったという理由も考えられますが、一つ違った見方として、電車に乗ったということを印象付けるためにわざとそうしたというのは考えられないでしょうか。事実捜査の方針として、この不審な人物は東京方面の電車に乗ったと思われるとされ、さらにその後の姿については補足できていません。
つまり電車に乗ったように見せかけて別の方法で逃走したということが考えられるということです。多くの疑問点を残したまま、すでに7年以上の時が経過してしまった本件。果たして2つの事件は本当に関連があるのか、そして防犯カメラに映っていた人物がやはり犯人なのか、皆さんの考えもぜひ聞かせてください。最後になりますが、本件で犠牲になられた女性のご冥福を心よりお祈り申し上げます。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。